皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日は真夏の追いスイカ風味、あ、そういや種も入って種バージョンですね。こちらのねレビューをやっていきたいと思います。どんな味か知ってるよっていう方は概要欄の方に、購入ページの方に飛んでください。どんな味が気になるっていう方は最後までご覧いただければと思います。じゃあ早速飲んでいきましょう。パウダーはこんな感じですね。白い感じで、一個よく見てもらうと中にね黒い粒粒みたいなのが入ってるのをご覧いただけますかね。これがねスイカの種を再現しているカカオニブになるんですけどね、こういうね黒い粒粒が入ってるんで、パウダー開けた時にね驚かないようにご注意ください。でも非常にね美味しいんですよこれ。あ、もう非常にいい香りですね。夏によく食べるスイカバーのあの匂いですよね。本当にいい匂いですね。こちらのね1キロパックのプロテインを購入するとね、こちらの赤い袋に入ったスプーンがね付属してきますんで、これにすり切って1杯入れていきたいと思います。こちらでねすり切って計量すると、もう大体 30g 測れるようになってます。入れて飲むとねタンパク質が 20g 取れるようになりますんで、すり切って入れていきましょう。お水の方に大体 150ml から 300ml ぐらいで飲んでいただきたいんですけど、まあ、僕はねいつも 200ml で飲むようにしてます。濃いめがいいよって方は水の量を減らして飲んであげて、濃いなと思う方は水の量を増やして飲んであげればいいと思います。それでは、すり切って1杯入れていきます。よいしょ。で、シェイカーの蓋、一回逆に回してね、カチッと言ってから閉めてあげます。シェイクします。おっと、色が一気に変化しましたね。綺麗にしっかり溶けてますね。ダマもね、泡立ちももうほとんど見られませんね。綺麗なピンク色をしてます。香りは夏場によく食べてたあのアイスキャンディーのあの匂いですよね。いただきます。うん、おいスイカ。毎年夏になったらやっぱり飲みたくなりますよね。これね、ちょっと見えますかね。種を再現したね、粒が入ってるんで、これはね、もうほんとカカオニブなんで、そのまま飲んでいただいて、全く問題ないんで、飲んでください。非常にね、美味しいですね。まあ、どんな味に近いのかって言われると、夏にね、よく食べるスイカのアイスキャンディーですよね。あれをね、溶かして飲んでるような感じのね、味に一番近いんじゃないかと思います。このままね、プロテインとして飲んでもらっても美味しいですし、SNS 見てると、スイカのプロテインを溶かして、凍らせてね、アイスバーにされてお客様とかねたくさんおられました。そういう食べ方をねして楽しむっていうのもね非常にいいんじゃないかと思います。真夏の追いスイカ風味の味を5段階の星でね評価していきたいと思います。甘みですね、真夏のアイスキャンディーのようなね美味しい甘みを感じましたんで星4つ。酸味に関しましてはねほとんどね感じなかったので星0です。すっきりですね、こう飲み終えた後にね程よいさっぱり感を感じましたんで星3つとさせていただきます。クリーミー感に関しては、まあ、そこまであのミルクっぽい感じはないんですけど、ほんの少しねクリーミーさをね感じることができたんで星1つとさせていただきます。甘みが星4つ、酸味が0、すっきりが星3つ、クリーミーが星1つとさせていただきます。商品ねお選びの際の参考にしていただければと思います。で、こちらの栄養成分表示ですね。1食 29g あたりエネルギーが 119.8kcal、 タンパク質が 21.2g、 脂質が 1.8g、 炭水化物が 3.1g、 食塩相当量が 0.2g、 ビタミン C41.1mg、 ビタミン B6 が 1.1mg となります。販売されてね、本当数日のうちにね完売しちゃう大人気商品となりますんで、ぜひねお早めにお買い求めいただければと思います。こちら動画のね概要欄の方に商品ページに飛ぶ URL 貼り付けておきますんで、ぜひ今すぐお買い求めください。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。